かおりちゃんのこの4ワンコ、うち3頭は保護犬系、保護犬、保護犬なんだ。そうなんです、保護犬なので、まず先住犬、一番最初がサラ、サラ、後ろにいます。そうなんだ、サラが一番あのまさにクールビューティーなサラなんですけど、ライラ同様に、ね、面倒見がすごくいい子で、うん、もう出会いから、出会いから、出会いはね、沙織ちゃん前に飼ってたのがソラっていう、そう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 、ね、うん、スリランカから、スリランカから連れてきた犬ですね。スリランカ、あのバイマン沙織さんと申しまして、そこから行こうか、そこから行っちゃうんだよ、そこから、そこ語らせますか、そこ行かないとなんか全体的に分かんないのでええスリランカで住んでたことがありまして、おう、はい、へえ、かつて、かつて元旦那がね、スリランカ航空のクルーやってて、向こう側のフライトの起点だったんで、向こうに住んでたんですよ。へえ、でサンマのまんまみたいになってきました。そうなの、ね、スリランカ、そうスリランカ、おう、うん、まだ内戦がねある頃でしたけど、おお、あ、それ知らない、聞いてない。あ、でも最近ね、内乱が終わったのね。そうそうそう、うん、で、なるほど、向こうで住んでる家の周り、うん、野犬がとにかくねすごく多くて、野犬、もちろんあの噛まれたら、うん、あれですよ、狂犬病持ちの犬が多いので、おお、怖え、そうだから危険なんだけど、毎日ベランダからこう眺めながら可愛い子がいるなと思って見てて、さらにそっくりな子がいて、で、まあ、一か八かちょっと賭けに入れて、うん、手伝いさんに頼んで入れてもらって、うん、面倒を見てもらいつつ、うん、でワクチン打って狂犬病疑いがあるの、うん、で帰国することになった時に一緒に連れてきた犬、うん、それがソラ、ソラ、へえ、うん、ちょっと待って、お手伝いさんって言った、ああそう、向こうはね結構いるのが普通、中流ぐらい、中流以上になるといるのが普通、現地の人を雇うという意味で、うん、大体海外で日本人で働いてる方は、うん、あの雇わないといけない、雇用を確保しないという、なるほどね、だからね、そうそうそう、海外赴任の人はみんな、ましてスリランカ航空、そうですね、フィリピンとかもそうだし、おう、なので結構皆さんいい暮らしをしてるわけですね、いい生活してます、はい、でもね、いや、もうバグしちゃう、年収日本でいうと80万ぐらいですよ、だから物価がいくらかって、物価違うんでしょ、うん、コーラ、卵、コーラ1本大きいやの2リッターとかの80円、うんうん、ってことはだいたい3分の1ぐらいの物価、うん、そうだよね、3分の1ぐらい、あ、でもそれでも、そんな安いんだ、へえー、そう、ありえない、そうなんだ、うん、そして、そこから連れてきて、うん、その子が亡くなってから、うん、ちょっと、私どうしようみたいになった時に、うん、犬がいない生活はもう考えられないので、ま、待って、スリランカ航空どうなの、一人で日本に帰ってきた、あ、そうなん、ほら、もう、いや違う違う、一緒に帰ってきたんだ、あ、そうなの、一緒そこそこそうそう、大人一緒に帰ってきたんだよ、おでもやっぱ日本に帰ってきて、ああ、うん、文句ばっかり言って、一回帰るって帰って、その間にもう勝手に帰って出しちゃった、おえ、待って、結婚はどこでしたの、スリランカ、スリランカ、あ、そうなん、じゃあ、向こうは出しちゃうと OK なの、でも、うん、あっちはあっちで出さなきゃいけなくて、うん、こっちはこっち、うん、ああ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 、はい、わかった、ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、はい、なるほど、なるほど、部長、ありがとう、大丈夫、いや、見下り班ってやつだね、そうそうそう、ジェーン、ノー、こい、こい、こい、おいで、終わり、終わりでーす、ノー、しまい、すごいでしょ、雨、そうだし、邪魔でして、雨、いけないよ、座りして、みんな来るの、いろんな人が、はい、わかった、レラちゃん、レラありがとう、いつものパトロールありがとう、いいよ、もういい、はい、もう終わりよ、そう、上手、終わり終わり、はい、グッチョウ、いかない、終わり、じゃん、そうです、お利口さん、待って、郵便屋さんだよ、郵便屋さんだ、郵便屋さん、郵便屋さん、すいません、はい、どうもすいません、そう、なるほど、そういうことか、で、それで、要は空と旦那を取り囲したみたいなもんだな、そう、そんな感じ、もうまさにそんな感じ、ね、旦那を返しちゃって、うん、空は男の子、女の子、女の子、うんうん、そうそうそう、だけどちょっと、ね、特殊な病気になって、お
ちょうど311の時か重なって手術したんだけど、うん、結局1ヶ月ぐらいで死んじゃって、うん、あら、そうそう、いくつだった、あ、わかんないよね、推定12、あ、でもね、大きさも皿ぐらい、どのくらい一緒に住んでたの、このことは何年だろう、スリランカの時から311の最初の話、まだでも6年、7年とか一緒に暮らして、あ、でもそのくらい暮らせたんだね、そうそう、そっかそっか、よかったよね、外でね、野犬として暮らしてたんだからね、うん、そうそう、もう本当に純粋な和犬、現地の和犬、あ、和犬じゃない、野犬、うん、みたいな子だったんだけど、まあでも野犬も人に懐く、うまく飼えば、そこだな、そこ結構テーマだよな、うん、あの沼水の荒れてる、例えば荒れた子にしてもなんとかなるの、あのあっちの野犬のに比べたら大したことないもんな、うん、そうね、結局ね、一応は人に飼われていて、ね、人を信頼していて、あと何よりも狂犬病じゃないしね、狂犬病じゃないし、そうそうそう、衛生面もそうだよね、基本的にはそこだよな、うん、でまあ病気を持っていれば、うん、それをちゃんと分かってて、うん、まずできるできないもきちんと見極められるし、うんうん、そこからだもんね。なるほど。そう、え、その前は犬のあれとかなかったの？その飼ってる、実家で飼ってたんです。うん、長らく飼ってなかった。うん、その昔はあの大好きでミニチュアピンシャーをちょっと代々頭ばかり飼いましたけど、それもまた特殊で、私が飼った頃はミニチュアピンシャーはマイナーな犬種であんまり飼ってる人いなくて、で一頭はね、知らない、膵臓をやられて、でもそれもはっきりしないんだけどね、その前の子はジステンパー持ちを飼ってしまったっていうか、そうそう、でちょっと時代のね、ほどね、なるほど、そうじゃないよね、そうだね、なんかそうこうしてペットロスになりたくないっていうのもあって、まあやることやりきったので、保護団体のインターネットからこう写真とかプロフィール出てるの見て、サラを見つけてお見合いしてうちに来てもらったんで、似てたの？超似てる、空と超似てる、そうなんだ、空と似てんのお前は、似てたの、なので沙織ちゃんの、お店の名前は空のしっぽです、あ、だからか、はい、なので空のしっぽなんです、なるほど、はい、ザ・チーム空のしっぽ、なるほど、俺ドーベルマン、そういうことか、はい、で一番最初に保護犬で知り合ったのが、なるほど、で一頭買ったら次々とベラが来て、ミシン頭を飼ってる時に私は彼女と、近所のお散歩で知り合いました、なるほど、そう、声かけてもらったのが運の月です、なるほど、運の月だね、運の月です、いい方へ転がりました、え、はい、でそこでジン君、いやこの2人は分かる、で、レラと、サラとレラはね、サラとレラ、で次にミシェル、ここだ、ここだね、ここはね、そう、この2頭を飼い始めたところから、犬のトレーニングにちょっと目覚めまして、そこから熱心に、1回ちょっと熱心にエンジンかかって、ちょっと実はその道具を使う矯正系のトレーニング、に行っちゃいましてですね、まあその仲間が保健所からちょっと引き出した子がこの子で、そうなの、でミシェルはもうその時点で左の足、後ろ足がもう断脚されて、何それってなんか病気で壊死しちゃったとか、多分怪我しちゃったとか、多分ね、他の別件で緊急にかかって、その時先生が見てくれて、写真とかも見てくれて、でしたら多分あの事故とか、病気だとね、大体こういう大型犬だと骨肉腫とかも、転写犯な、切ってから1年ぐらいで亡くなっちゃうケースが多い、でもまあこの子の場合は健康状態良くて、多分事故じゃないかって綺麗、にやっぱりね、断脚されてるから大事にはされてたんだと思うんだけどね、外人さんが飼ってたんだよね、っていう噂なんですよ、っていう噂、なんか犯罪を犯して犬捨ててっちゃった系みたいなのではないかと、そうそう、よく聞く、よく聞く、なんかシェパードと繁殖に使われてたらしく、あ、そうなんだ、おっぱいがそうそう、そう産まされてるんだね、たくさん産まされてる、だからか、よかったね、バラ色になったね、そう、生涯、へえ、ここまでが保護犬、ここまで保護犬、そしてですね、先ほどから
うちの若きホープ若きホープ唯一の、うん、唯一の男で、うん、唯一の男はね、あのブリーダーさんのところで6ヶ月半までいて、うん、ずっとやっぱネットで見ててね、うん、3頭でやめればよかったんだけど、うん、トレーニングちょっとなんか踏み込みすぎちゃって、うん、オスも1頭その、うん、飼ってみたいというよりは、うん、オスの面倒くささっていうのを自分でもやっぱり知らないと、なるほど、プラスパピーからね、うん、パピーからのしつけがいかにその後に、うん、そう影響を及ぼしていくかっていうのをやりたかったっていう、うん、なるほどね、熱心に、うん、で迎えたのがこの子で6ヶ月半で迎えたのかな。 お前だけが苦労してないわけだなですねですねお前お前、ね、なるほど、しかも優しいお姉ちゃんたちと一緒に今まさに中二病ワンワンみたいな、そう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 、なるほど、そうそうです。今ちょっとこの子はリハビリ中ですね。トレーニングでそのちょっと厳しいトレーニングしたことによって、うん、あの猫に対する反応とかこういう警戒心が強くなっちゃってるので、おうおうおう、あのまあ今はリハビリ中というか変な道具とか使わずに、うん、あのつながっていこうみたいな、人とね楽しくつながっていこうってことですね。もともと警戒系だからね。そうですね、うん、それが増しちゃったっていうことですね。そうだよね、うん、まあ、本来あるべき姿ではあるんですよね、うんうん、でもね、暮らす一緒に暮らす上で、うん、あるべき姿を封じ込めないといけない部分もやっぱり出てきちゃう。なるほど。そうですね、ゼロちゃんたちとかちっちゃい子とかにわーって行っちゃったりしてもね、うん、怪我させたりして困っちゃうし、うんうんうん、吠えまくってれば近所から苦情も来るし、ね、なるほど。例えばインクラビットさんもすごいいい環境のところにあるんですよ、うん、皆さんね、うん、おお、ありがとうございます。びっくりで、ほんと今日来てもまた来たいなっていう感じなんですけど、これ住宅街の中で、東京の隣ですね、そう、やっぱ暮らしていくとなれば、うん、吠えまくる系やばいですね。なるほど、うん、そうなので実は沙織ちゃん、うん、マンション住まいでして、もう、え、はい、この子たちあの7階に住んでて、すげえななのでエレベーター乗れるんですけど、うん、階段が降りられませんそうそうね、そうね、知らないんです。ああ、はい、で、あずきとトナカは階段の乗り降りはできるんですけど、うん、エレベーター固まります。おお、なるほど知らないかったへそう、でもそれが人との生活もなんだろう、うんうん、ね、お家によって違う習慣、ね、うん、なるほどね、いいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、そうそう、例えばなんかこう簡単な誰もができると思う階段ができなかったり、エレベーターで固まったりっていうことがねあってねそう、最近知ったみたいな、うん、まさにまさに登れたけど降りられなくなってしまいました。そう、毎日が勉強勉強、そうそう、ね、足片っぽでもさほど不自由なさそうには見えるけどね。ただ、うん、じゃあここまで次ミシェルの話いきます